チェックインお願いします。それ入れますが、お名前、ご住所、電話番号、ご通信枠の問い合わせ中です。よろしければ確定ボタンを押してください。ホテルの方が5階建物に位置してるから、なるほどね。結構あれ、ウェルカムコーヒー？ドアが閉まります。ドアクローズイン。何階？8階です。はい、すごい高い。は、綺麗。今日はビューツインルームにしました。ベッド大きいんじゃない？ちょっと広い。広いね。景色はどうだろう。綺麗、見て。あ、スカイツリー見えるじゃん。うん、すごいね。スカイツリー 見れないビューだったよね。そう。え、あれ浅草寺だよ。見える？あ、本当だ。私たちが今日このホテル選んだ理由は、一番大きいのはお風呂とトイレが別だからです。はい。トイレ。おお、ちゃんと別だ。トイレ。お風呂があってちゃんとバスタブ付きだね。綺麗、アメニティもちゃんとあります。クローゼットスペースもちゃんとあります。加湿器と、これなんだろう、アイロンかな。スリッパもちゃんとありますね。今日は浅草でホカンスということで、同じビルにあるスシローによるご飯食べに行きます。スシロー3階と結構近いねホテルの下の下にもスシローがある。あとユニクロもあるからね、すごくいい立地。浅草寺からはちょっと遠いけどね。マシケッパー、いただきます。おいしい。日本に来てからバハデラ食べれるようになった。食べ過ぎた。可愛い。ありがとうございます。やだ。可愛い。可愛いね。プレゼントみたい。おお、初めて。おしゃれ。うん、おいしい。おいしい、うん。ホテルから浅草寺とスカイツリーどっちも見れてすごい綺麗。ツリー、このホテル。気に入った。ドンキホーテで買ったものを紹介します。シカケアパック。これは前使ってみたかったよね。でも1枚ずつ売ってなかったから。うん、そうそう。ドンキホーテでは1枚ずつ売ってたから。エリプスっていうヘアオイル、これは韓国のイエガンという焼いたポテチです。あとは一蘭ラーメン。おごちゃんも寝る、うん、疲れた、うん、リッチモンド
プレミアいかがですか？もうコスパ最高。朝ごはん明日も楽しみにしてます。おやすみなさーい、はい、おやすみなさい。おはようございます。今朝7時です。部屋からスカイツリーと浅草寺が見えてすごくいいね。1泊5000円ですけど朝ごはんがついてきます。ビュッフェということで行ってみましょう。種類がすごく充実してます。うん。すごいすみません。うん。これどういう。ケーキとかもありました。